三洋食品札幌一番カップスター醤油味復刻版、揚げ麺に粉末スープ、海苔が最初から入ってます。麺はいかにも油で揚げましたって感じで、チキンラーメンにも似た感覚があります。スープはシンプルというか、ちょっと底が浅い感じで、具に肉がないこともあって、ちょっと物足りなさを感じます。